こんにちは、佐藤くんこと佐藤圭一です。今回のタバサト号はここ丸の内エリアで開催されているライトアップイベントコート東京ライトピア2011とその関連イベントの写真展クリック・フォー・ホープの模様をご紹介します。まずは今や年末の風物詩となったライトアップイベントコート東京2011の模様をお送りします。タバサト GO！ さてまず今日のイベントについてコート東京実行委員会事務局の塩坂さんにお話を伺います。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。さて早速なんですけど、まずコート東京とは何でしょうか。はい、コート東京というのは2006年から始まりまして今年で6回目を迎えます。この丸の内で行われている、花と光のイベントでございます。地球環境平和というコンセプトをもとに、人に優しいイベントという形で続けさせていただいております。今年はどんなテーマがあるんですか。はい、3月11日の大震災ということで、はい、絆と希望そして未来へというテーマを掲げさせていただきまして、その来年以降、明るい年になるようにという思いを込めて開催をさせていただいております。さあまずこちらはもう幻想的で優しい光が集まっていますが、こちらはアンビエントキャンドルパークと申しまして、ろうそくを使いましてその周りに人工の和紙でそこに明かり絵を描いていただいてそれを並べて見ていただくということで、千代田区に小学校が8つあるんですけども、その8つの小学校の皆様とそれからあと各著名人の方々等々の作品と、それから今年は特別に福島県と宮城県と岩手県の小学校の方にも書いていただいております。その著名人の方のキャンドルですと、はい、どういった方々があるのでしょうか。そうですね、やはり今年はそのこういう年だ中ではその非常に日本人に元気づけてくれたということで、サッカーの日本女子代表の方々にいくつかの作品を寄せていただいております。はい、こちらも全体を見ても癒されますし一つ一つを見ても楽しめますね。そうですね。はい、さあ続いてこちらはもう一気に華やかでメルヘンなライトアップですけど、こちらはフラワーファンタジアという大変好評をいただいているイベントで、今年はフラワーウォークという形で真ん中と両側を歩いて回っていただけるような出来にしております。これ実際の花なんですね。そうですね、6色ぐらいのパンジーをいろいろ取り混ぜてデザインをしております。本物かしらって言って近寄ってきて実際触られたりして本物だわという方でびっくりされたりしてますけども、光で花を作り上げているのではなくその光で花を演出しているという心がウキウキするイルミネーションです。また会場には真冬に咲く桜慶応桜を配置した桜のシンボルツリーが飾られ、一足早い春の予感を演出していました。こちらご覧になっていかがですか。綺麗ですね。思ったよりもいろんな色があって一色なのかと思ってましたけど、節電と言われている中で綺麗に明かりを灯しているのは素敵なことだなとは思いますが、今日はどちらからいらっしゃったんですか。金沢です。金沢、はい、どうしてですか。お友達の家にこのイルミネーションを見に。あ、そうなんですね。はい、実際来てみていかがですか。でも今びっくりして、素晴らしい、東京はすごいですタバサト GO！ さてコート東京ライトピア2011の関連イベントとしてこちらの行幸地下ギャラリーでは写真展クリック・フォー・ホープが開催されています。この写真展についてマンフロット株式会社の川崎さんにお話を伺います。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。まずこちらの写真展どういった写真展なんでしょうか。半分はですね、フォトコンテストの入賞作品50点、もう半分がですね、この企画に賛同していただいた、写真家の方たちの、復興をテーマにした作品を、展示しております。希望というテーマで、全国からですね、作品を募りました。
その中からですね、入賞作品50点を、ネット上、あとは写真展の会場で、展示させていただいております。こちらいい写真ですよね。ぐるんぐるん両手をしっかり握って、これどうやって撮ったんですかね。そうですね、未だに我々もですね、作品はどうやって撮ったんだろうということで議論になってまして、はい、初めて見るアングルですよね。そうですね、両手を握ったままですね、何らかの方法でシャッターを押されていると思うんですけど、まあ、結果として非常に動きのあるいい作品ですね。はい、こちらの作品はですね、仙台近郊で被災された方の作品だと思うんですね。まあ、仙台は元気だということで、多分、震災後のお祭りの模様を撮った作品だと思います。何かほっとしますよね、これだけその笑顔で弾けられている様子があると。そうですね、我々が、元気をいただけるような作品なのかなと思ってます。はい、これ本当にすごいですね。僕も本当に、ほんの一瞬でしたが奇跡的に雲が日本列島の形に、被災された方々がゆっくりと空を眺めることができる日が一日でも早く訪れることを願っています。奇跡の瞬間としか言いようがない作品ですね。はい、本当にいい位置にお日様が出ていて。そうなんですよね、その北の方にお日様があって、しっかり東北を照らしてくれというメッセージを感じますよね。象徴的な作品なのかなと思いました。こちらはこちらにも2つほどですね、被災地をテーマにした、作品が入ってます。母親の三回忌で東北の実家に戻りました。変わり果てた故郷の姿を見ていると、2歳の娘が一言、パパ心配しなくていいよ、大きくなったら、文がみんな直してあげる。非常にこのお嬢様のですね、力強い眼差しとですね、メッセージがですね、印象的な作品でした。はい、いや今のメッセージも聞いたらもうたまらないですよね。そうですよね。はい、こちらはちょっと変わった写真ですが、これも本当に添えられたですね、メッセージを、読んで初めて我々も理解できた作品でして、こちらなけなしの食料で作ったんですね。だからご飯も少しで、お好み焼きもその箸に比べたら小さめで、それでも笑顔ということで、ね、心を打つ作品なのかなと思います。そうですね。さあ続いてこちらは3名のプロの写真家が撮った復興テーマにした写真展です。この方はどういった方なんですかね。この方はですね、はい、写真家というよりも南三陸町でですね、代々写真館を、営まれているご主人です。津波がですね押し寄せてくる中、ずっ と,、写真を撮り続けることがもう自分の、託された使命だというふうにですね、おっしゃってまして、ずっと震災直後から南三陸町をの姿を撮り続けている写真家の方です。この方はどういった方なんでしょうか。震災というよりも震災に立ち向かうですね、人々の姿を撮り続けている写真家の方。やはり震災直後のですね、人々の表情というのは非常にまだ険しいんですけど、まあ、だんだん時が経っていくとですね、少しずつ映っている方の表情というのも柔らかくなってきているのかななんていう印象を受けます。さまざまな表情が作品の中に出ているのかなと。怒り、悲しみ、喜び、希望みたいなものがですね。コート東京ライトビア2011と写真展クリックフォーホープ、2つとも復興への祈りや支援の思いが深く込められていました。さらにこの2つの場所は来た人の気持ちが明るくなったり楽しくなったり温かくなったりする場所だと思いました。ぜひテレビをご覧の方もここに足を運んで何か前向きな気持ちを受け取ってください。コート東京ライトビアは12月29日まで、写真展クリックフォーホープは来年1月12日まで開催されています。それでは今日はこの辺で、また次回お会いしましょう。さようなら。